The ruins of Great Zimbabwe, the capital of the Queen of Sheba, according to an age-old legend, are a unique testimony to the Bantu civilization of the Shona between the 11th and 15th centuries. The city, which covers an area of nearly 80 hectares, was an important trading center and was renowned from the Middle Ages onwards. Great Zimbabwe is just on the line from Mohenjo-Daro, now in present-day Pakistan, and Phnom Penh in South Africa, and on the line from Giza Plateau to the South Pole. I, Hiroshi Hayashi, claim that Great Zimbabwe near Great Dyke, the world's largest mine valley, which consists of a band of short, narrow ridges and hills spanning for approximately 550 kilometers or 340 miles, used to be a sort of a labor camp or human slave camp in ancient times. シバの女王の首都と言われているグレートジンバブエ。そのジンバブエはモヘンジョダロとフェルヌクパン、ギザのピラミッドと南極をつなぐラインのほぼその交点に位置します。それぞれのラインからのエラーは46キロと12キロですが、なぜそんなところに奴隷キャンプがあるか、言うまでもなくその西に全長550キロ、全長550キロとも言われている世界最大の大鉱山山脈、グレートダイクがあるからです。広志林、浜松セリージャパン。それでは皆さんをアフリカのグレートダイクへ案内します。東京から神戸あるいは姫路までの距離と同じ長さの世界最大の大鉱脈です。これがグレートダイクですが、地上に降りてもその地形を把握することはできないそうです。飛行機で飛んだパイロットが初めてそのグレートダイクを発見したと言われています。総延長550キロです。で、私林博士はなぜ
フェヌクパンがあり、そしてグレートジンバブエがあるか、その理由の第一がこのグレートダイクではなかったかと考えています。世界最大の鉱山脈のみならず、最も鉱山資源に恵まれた鉱山脈であるからです。古代の神々がなぜ地球を目指したか、その理由の一つとしてもう一度私たちはグレートダイクを見直してみる必要があるのではないでしょうか。続く動画及び一連の動画の中で、私林博士はその事実を証拠を添えて皆さんに証明します。 Bye for now。Wikipedia writes about the Great Dyke as follows. The Great Dyke is a linear geological feature that trends nearly north to south through the center of Zimbabwe, passing just to the west of the capital, Harare. It consists of a band of short, narrow ridges and hills spanning for approximately 550 kilometers or 340 miles. The hills become taller as the range goes north and reach up to 460 meters above the Muburi Range. The range is host to vast ore deposits, including gold, silver, chromium, platinum, nickel, and asbestos. アフリカ最大の鉱山区といえば、ジンバブエにありますグレートダイクです。グレートダイクはほぼ南北に伸直線に連なっています。その長さは550キロです。そしてその鉱山区からは金、銀、クロム、プラチナ、ニッケル、それにアスベストが採掘されています。広島市浜松シティジャパン。画面を見ながら説明します。皆さんをグレートダイクへ案内します。ジンバブエにあります。このライン、細いラインですけども、このラインがグレートダイクです。その南の端に視点を下ろしてみます。これが南端部ということになります。その南端部から北の方角を見ながら前に進んでみます。ちょうど中央にライン状に見えるのがグレートダイクです。アフリカでも最も豊かな鉱山区です。これがほぼ伸直線に南北に連なっています。グレートダイクです。そしてこの北端部には洞窟があり、壁画が見つかっています。で、ここがグレートダイクの北端部、北の端ということになります。このグレートダイクに注意してください。ほぼ伸直線になっているのがわかります。アフリカでも最も豊かな鉱山区です。長さが、この長さだけでも429キロメートルあります。ウィキペディアの方では550キロと書いてあります。ちょうど東京から大阪までが423キロですから、それ以上に長いということになります。今中央にお見せしているのがグレートダイクです。まあ、このような渓谷になっているということですね。が、地上に降りてみてもそれは分かりません。空高く宇宙から見て初めて分かる鉱山区ということになります。ここがグレートダイクです。
もう一度視点を今度は逆に上げてみますから、注意深くご覧になってください。ちょうど中央、やや斜め右上から左下に走っているのがグレートダイクです。林浩司のライン理論に従って簡単に説明します。偶然ではありえないという事実を積み重ねて偶然ではないと証明するのが林浩司のライン理論です。これがグレートダイクです。色をつけてみました。この黄色いラインはギザのナンバー2のピラミッドと南極をつないだラインです。この赤いラインはモヘンジョダロの塔と、そしてフェルヌクパンをつないだラインです。まあ、その周辺にグレートダイクがあるということですね。そしてこの黄色いラインのほぼ伸直線下に、グレートジンバブエのエンクロージャー、グレートエンクロージャーがあります。そのエラーはここにお見せした通り 13.5 キロ、そして 9.9 キロです。まあエラーの許容エラーの範囲にあるということですね。でグレートジンバブエにつきましては、かつては労働キャンプ、もっと言えば奴隷キャンプであったと私林浩司は証明しました。これがグレートジンバブエです。グレートエンクロージャー、いわゆる囲い込みというふうに言われています。かつては、まあ、人間奴隷たちがですね、ここに集められてそれぞれの鉱山へ送り込まれたと私林浩司は考えています。ゼカリア・シッチンです。ゼカリア・シッチンの表した地球年代記第6番目の書に大変興味深いことが書いてあります。その一節を紹介します。今から41万6千年前のこと、金の生産が落ちてきた時、アヌがエンリルとともに地球に到着した。彼らは南アフリカで鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定した。エンリルは地球隊の司令官となった。エンキはアフリカへと追いやられた。ここが重要です。エンキはアフリカへと追いやられた。地球を去るとき、アラルの孫によって攻撃された。ここで重要なことは、エンキはアフリカへと追いやられたという部分です。赤字にしておきました。エンキは最初の都市国家エリドゥに君臨していました。そこで皆さんをエリドゥへ案内します。現在のアブシャレインです。ここにかつてはエリドゥという都市国家がありました。すぐ近く20キロ前後のところにウルがあります。緯度経度はここに示しておきます。このエリドゥからエンキが君臨していたウルドゥからグレートダイクにラインを引いてみます。するとそのラインはグレートダイクとほぼ伸直線に重なります。中央のグレートダイクに注意してください。この黄色いラインはエリドゥから引いてきたラインです。そのエリドゥから引いてきたラインとグレートダイクがほぼ伸直線に重なります。もう一度やってみますから注意深くご覧ください。この黄色いラインはエリドゥから引いてきたラインです。そしてそのラインはグレートダイクとほぼ伸直線に重なります。これは偶然なのでしょうか、それとも意図的に引かれたラインなのでしょうか。何しろ長さが550キロ、東京から大阪までの距離です。皆さんは多分こうおっしゃるでしょう。ありえないと。がそう判断するのは待ってください。なんと火星と
地球で同じ大運河が見つかっているのです。その動画を先にご覧になってください。スペースカムウェブサイト writes as follows: Mars was known as the fire star to ancient Chinese astronomers, and scientists are still burning with questions regarding the red planet. Even after dozens of spacecraft have been sent to Mars,Much remains unknown about that world. 火星は中国語では火の星と呼ばれていました。今でも火の星で赤い星についての謎の火は今でも燃え続けています。すでに何十もの探査機が火星に送られていますが、いまだに未知のことばかりです。広島市浜松市ジャパン。火星では次々と新しい発見が繰り返されていますが、新しい発見があるたびにさらに謎が増えるといった風です。ここに紹介している写真はその謎のほんの一部ということになりますが、それでもこんなにたくさんありますが、なぜ謎なのでしょうか。理由は簡単です。謎の大前提が反対だからです。つまりこの太陽系に住む知的生命体は人間だけという大前提です。その大前提で考えるから謎が謎を呼び、わけがわからなくなるのですが、その大前提を一度ひっくり返してみたらどうでしょうか。この太陽系に住む知的生命体は人間だけではないとです。すると全ての謎がそのまま氷解します。つまり謎が謎でなくなってしまいます。この動画の中では林博士の手法でその謎について考えてみます。もし火星にあるものと同じものがこの地球にあるとしたら、あるいはその反対でも良いのですが、つまりこの地球にあるものと同じものが火星にもあるとしたら、あなたはそれをどう判断しますか。同じものです。長さが500キロ以上、総延長が数千キロから数万キロに及ぶ大運河です。あなたはそれをどう判断しますか。画面を見ながら説明します。今ご覧いただいているのはミスターエニグマという方の動画の中に紹介されている火星で発見された奇妙なライン群です。で、このラインがですね、縦の幅だけでも350マイル前後あるというのです。キロに換算しますと560キロです。560キロですよ。そしてそのラインにはですね、このような、まあ、黒いと言いますか、この画面で見るとですね、黒い、まあ、四角のようなものがついています、まあ、これは明らかに人工物ということになります。自然が作り出したものではないということですね。で、このラインは何かということです。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。このラインですね。で、火星の大地にこのようなものが現在の今も存在するということです。で、これをどう解釈したらよいかということになりますが、これと同じものが実はこの地球にもありました。では皆さんをその場所へ案内します。これは A 宮崎さんという方が私に教えてくださったものです。場所の名前もまだないというその場所にこのようなライン群が集まっています。で、私はですね、都央次郎運河と勝手に、まあ、呼んでいます。この辺りの、まあ、地名がですね、
ツオジロと呼ばれているからです。でこれが A 宮崎さんからの報告です。でこれがですね、まあある学者によるとですね、人工的な大運河であるというのです。そしてその大運河はですね、私のライン理論とも関係していると。でまずその、坪代の大運河を見ていただきます。で向かって右側、東側にですね、大きな川があります。その 川を中心にしてこのような、まあ、ラインが、まあ、走っているというか作られているというか、それは皆さんの判断にお任せしますが、ある現在の今もあるわけですね。でこの幅だけでも2キロ前後あるわけです。そうしたラインがですね、このように平行になりながら、まあやはり500キロ近くにわたって伸びているということです。で総延長が、数万キロということになります。これはもう何て言いますか、自然が作ったとしか言いようがないわけですね。もしこれをですね、人間が作ったと考えてしまうとですね、まあさらに深い深い謎に、まあ、落ち込んでしまうというわけです。で宮崎さんがおっしゃるには、この大運河はですね、左上ティオティワカン、そして右下、グレートジンバブエとつながっている、その新直線かといいますか、そのラインと重なるというわけですね。ですからこれは、まあ、人工的に作られた運河と考えるのが、まあ、正しいのではないかということです。でこの運河と同じものが、まあ、火星にもあるということになります。でもう一度確認していただきたいと思います。で坪代運河ということになります。で先ほども言いましたように、まあ、このラインを見てですね、これは人工的に作られた運河であると、まあ、主張している学者の先生もいらっしゃいます。でこれが、まあ、下側になりましたけども、東側に、まあ、湖と言いますが川がありますね。その川からこのラインが伸びているということですね。この長さだけでも125キロあります。そしてこの幅だけでも32キロあります。そういったその、まあ、まあ、なんて言いますか、ライン群なんですね。でやや斜めから見てみますと、それが、まあ、先の方まで永遠と続いているということになります。まあ、緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご覧になってください。そして地上に降りてもですね、まあ、このその辺りの写真を拾ってみたんですけども、まあ、どこにも運河らしいと言いますか、そうした直線の川らしいものは見えないということですね。まあ、このような、まあ、もの場所なんですけども、遠い宇宙から見ると先ほどのようなライン群となって見えるということです。その、まあ、ライン群に沿ってですね、まあ、このような、まあ、緑と言いますか、緑藻帯と言いますかね、それが、まあ、位置するということです。で大きさを比較していますね。上が坪代運河ということになります。下が日本ジャパンですね。でちょうど東京から琵琶湖ほどまでの距離に、まあ、同じということです。でこの幅だけでも250キロあるということです。まあ、こうしたそのライン群がですね、この坪代運河を周辺に、まあ、その右上の方あるいは右下の方にもあるということです。でもう一度その坪代運河に視点を下ろしてみます。でこのある学者によるとですね、この運河がところどころで斜めにね、接続されているということなんですね。そうしたところから、まあ、これは自然にできたものではない、明らかに考えように、まあ人為的って言いますかね、人工的に作られたものであるというふうに、まあその学者の先生は判断しておられるようです。まあ、これをですね、どう解釈するかということです。ジョン・ジェンセンという学者ですね。でこの先生はこの坪代のこのライン群は自然によってできたものではなくて、まあ、人為的にね作られた人工運河であると主張なさっておられます。まあ、これをですね、人工運河と認めてしまうと、まあ、今までの、まあ、なんて言いますかね、人類史考古学が、まあ、全てひっくり返ってしまうということもあるわけですね。ですから、まあ、考古学者の先生たちや人類学の先生たちは絶対に認めることがない、まあ、事実と言ったらいいんでしょうか、仮説と言ったらいいんでしょうかということになります。で、まあ、検証してみますが、もう一度確認しておいてください。この場所ですね。でここに坪代ヒルっていうのがあるわけです。で A 宮崎さんはここに坪代ヒルがあるから、この辺りをですね、まあ、坪代運河と、まあ、呼ぶことにしようということになったわけです。
で、この今のその通じろヒルなんですけども、まあ、こうした原野といいますか大平原が広がっています。でその通じろヒルにはですね、例によって例のごとくこの壁画が残っているということです。まあ何千年とか何万年という年月を経てもですね、このような壁画が残っていること自体も謎なんですよ。現在私たちが使っているペンキにしてもですね、ペンキ会社の方に問い合わせましたところ、まあせいぜい2、30年しか持たないんだそうですが、こうした絵がですね、まあ、それ以上に残っているということですね。そしてここがグレートジンバブエです。私がですね、いわゆるまあ人間奴隷収容所と考えている場所です。そしてティオティワカにラインを引きます。右が、グレートジンバブエ、そして左がティオティワカンです。その直線は先ほどの、長次郎の大運河の、真上をですね通るということですね。そしてそのラインはこのようにきれいに重なるということです。まあ、これもライン理論の一つということになります。フェルムクパンのラインと同じ方式ですね。ラインそのものが方向を示しているということになります。右下がグレートジンバブエ、左上がティオティワカンです。そのフェヌクパンにはですね、ティオティワカンからのライン、それからグレートジンバブエからのラインもあるんですよ。で、この通じろのラインをもう一度しっかりと確認してください。つまりこの上の黄色いラインがグレートジンバブエと、ティオティワカンをつないだラインです。その線と、まあ、真平行になるということですね。で、結論ということになります。上が通じろ運河です。その幅はですね、日本の東京から琵琶湖、この部分だけでですよ、250キロという、まあ、距離があるということですね。まあ、いくら何でもこれほどまで長くですね、いくらアフリカ大陸であっても、直線が平行に並ぶということは私はありえないと思います。が、逆にですね、じゃあこれが人工的かどうかということもこれまた言えないわけですね。あまりにも巨大すぎるわけです。まあ、私たちの人間のですね、常識をはるかに超えているということになります。で、この通じろ運河と同じものが火星にもあるということになります。つまりこれらの運河はですね、私たちのテクノロジー、人間が持つテクノロジーをはるかに超えるテクノロジーを持ったエイリアンによって作られたということになるという可能性があるということになります。で、もう一つ通じろ運河とですね、火星のライン群と比較しています。左が、まあ、通じろ運河ということになります。その下がですね、これが火星で発見されたライン群です。90度回してみました。そして並べてみました。そして色を落としてみましたが、皆さん自身の目で判断してください。上が地球です。下が火星です。この赤い丸で囲んだ部分をもう一度見てください。全く同じです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 。もう一度繰り返します。全く同じです。全く同じです。そのラインの幅もほぼ同じと判断できます。これが事実です。で、上がですね、私もですね、運河と判断しています。となりますと、下の火星のライン群も運河ということになるのではないでしょうか。遠い遠い昔、火星がですね、まあ、温暖化して、まあ、水不足に なりつつあるときにですね、ひょっとしたらですよ、これは私の SF 的な仮説ではありますけれども、その火星に住む火星人たちがですね、懸命に、まあ、運河を作り、火星の温暖化を止めようとしたというふうに私は考えています。あくまでも仮説です。そうした、まあ、なんて言いますか、仮説を裏付ける、まあ、こうした謎の物体がですね、次から次へと発見されているということになります。ともかくも火星のライン群は、その向こうに悲しい、とても悲しい火星人の過去の歴史が刻まれているのではないでしょうか。と、またそのように考えることは、なんだ不自然ではないと私は考えています。まあ、こうしたその謎の
怪と言いますかね、謎また謎が次から次へと火星で発見されているということです。つまり私たちが持っている大前提そのものが反対だということになるのではないでしょうか。繰り返しますが、この太陽系に住む知的生命体は人間だけだというふうに考えるから、わけがわからなくなるのです。そうではなくて、大前提、つまりこの太陽系に住む知的生命体は人間だけではないというふうに考えると、こうした謎もすべて解けるということになります。つまり今こそ私たち人間は自らの発想を転換して、そしてあえて言うならば、人間はこの太陽系の猿でしかないということを認め、納得し、そして謙虚になることではないでしょうか。人間だけが知的生命体であると考えて、そしてその大前提でこうした謎を考えるから、私は訳が分からなくなるというのです。最後にもう一度この火星のライン群を見てください。これはまさしく大運河ということになるのではないでしょうか。その向こうには火星人の悲しい悲しい歴史が刻まれているということになります。 Bye for now。グレートダイクが人工的に作られた鉱山跡であると聞いても私は驚きません。火星と地球で同じ大運河が見つかっているのです。で、その土木技術を使えばですね、こんな大鉱脈を掘るのは朝飯前ということになるのではないでしょうか。もっともこれ以上のことはここでは言えませんが、その可能性は大変高いということになります。そしてこの鉱脈を掘り当て、そして鉱物資源を手に入れていたのは延期ということになります。遠い遠い昔、アヌ王たちは地球へ金を求めてやってきたというのです。そして南アフリカに派遣された延期は、その鉱脈を掘り当て、金をニビルへと運んだと言われています。この黄色い部分だけの長さだけでもですね、東京から大阪までの距離とほぼ同じということになります。このような伸直線の鉱脈になっています。そしてその方向は、延期が君臨したエリドゥ、つまり旧約聖書の中に出てくるエデンへとつながっています。今のところはまだロマンに近い仮説ということになりますが、延期とグレートダイクを結びつける状況証拠は真っ黒ということになるのではないでしょうか。フェルヌクパン、グレートジンバブエ、そしてグレートダイクは有機的につながっているということになります。そしてその中心にいるのが、あるいはいたのが延期ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for nowWikipedia writes as follows. The Great Dyke is a linear geological feature that trends nearly north-south through the center of Zimbabwe,
passing just to the west of the capital, Harare. It consists of a band of short, narrow ridges and hills, spanning for approximately 550 kilometers. The hills become taller as the range goes north and reach up to 460 meters above the Muruvui Range. The range is host to vast ore deposit, including gold, silver, chromium, platinum, nickel, and asbestos. アフリカ大陸、巨大です。日本とは桁外れです。まず2本のラインを見てください。1本は新直線道路、もう1本はグレートダイクと呼ばれる鉱脈、ともに同じ 450km ほどの長さがあります。東京タワーから淡路島までの距離とほぼ同じです。その間に新直線道路があり、巨大鉱脈があります。金、銀、プラチナなどなど、今日の物語はここから始まりますが、A 宮崎さんが新しいラインを見つけてくださいました。少し前紹介しました、ツオディロの灌漑用運河とは別にさらに2箇所です。ツオディロの灌漑用運河だけでも総延長16万キロ、16万キロ、地球一周の4倍です。あまりにも巨大で、それを人口と認める学者はまだ少数派かもしれませんが、しかしあまりにも人工的です。スケールが違います。超超ド級ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。では画面を見ながら説明します。ジョン・ジェンソンという研究者の方はですね、このツオディオヒルズの周辺のラインを調べてですね、これらは人工的に作られた灌漑用の運河であるという結論を出しておられます。地上最大の人工運河であると。で、その長さがですね、総延長、10万マイルですね、上の方はマイルになっています。ですから、16万キロもあるというわけです。地球一周が4万キロですから、その4倍の長さということになります。そしてそのラインは、グレートジンバブエとティオディワカンをつないだラインと平行になる、すなわち一致するということですね。これは A 宮崎さんが発見なさったことです。そしてここにツオディオヒルがあります。その周辺にこうしたラインがあるということになりますね。で、これは何かということですけども、もっと言えば人工的に作られたものなのか、あるいは自然なものなのかですけども、A、宮崎さんがですね、さらに2箇所同じようなラインを見つけられました。で、そういうことからですね、これらのラインは、まあ、アフリカの砂漠化を防ぐために作られた、まあ、灌漑用の、まあ、運河である、という確信を、ますます強く持たれるようになったそうです。で、前回ですね、紹介しました、このラインですね。そして、向かって左側、すなわち西に同じようなラインがあると。そしてもう一箇所、向かって右側、東にも同じようなラインがあると。そしてこの、まあ、三つのラインがですね、1200キロ、ちょうど本州の長さと同じである、ということなんですね。そして先ほど見ましたように、10万マイルですから、英文の方は10万マイルになってましたですね。ですから私の間違いだったんですけど、16万キロということになります。まあ、2箇所発見したと。そういうことなんですね。で、中央が、まあ、ツオディオヒルズの周辺の、ライン。そしてその左右に、同じようなものを見つけられたということです。で、私はですね、その謎を解く傍らにですね、こんな直線道路を見つけました。ちょうどこのあたりに、イーストエンドがあります。で、これはですね、北側がアンゴラ、南側がナンビア、すなわち、アンゴラとナンビアの国境線ということになっています。で、この国境線は、まあ、当然、人間が引いたということになるわけですね。で、人間でもこのような線が引ける、まあ、と言い方おかしいですけども、まあ、ほぼ、まあ、西に向かってですね、この、道路が、まあ、国境線がですね、伸びていると。で、ところどころ、まあ、道路にも使用されているような雰囲気がありますし、またそうでないような
場所もあるわけですね。でもこうした国境を引いたということになります。で、これがまあ何て言いますか、約450キロにわたってですね、ウェストエンドへと繋がっているということです。で、最初はですね、これ、おっと思って調べたんですけどもね、後で国境線だということが分かりました。まあ、それもですね、宮崎さんに指摘していただきました。まあ、ちょっとこのラインを見ていただきたいんですけどもね、はい。で、当初ですね、私これは南極なんかで見られるような、いわゆるまあ、Google のですね、技術ラインだと思いました。技術ラインっていうのはですね、まあ、写真を重ねるときにね、その境目にできる、まあ、ラインなんですね。で、以前、ちょっと苦い経験をしたもんですから、まあ、今回慎重に見てみたんですけども、確かに、ラインはありますね。で、まあ、道路かな、と思ったんですけど、野を越え、山を越えね、そしてここですね、崖っぷちを下がって、そしてまた、次の丘の方にこのラインが伸びてて、最後のとここなんですね。で、これ国境線にしてはおかしいんじゃないかと思う部分もないわけじゃないんです。その岩の間をね、抜けて、このようなラインが作ってあるということです。下は岩場ですからね。ですから、地上に降りてもこのラインは見えないと思いますよ。高い、まあ、空から見てね、ここだったらそうですね。高い空から見て、初めてわかるラインではないかと思います。このあたりですね。ですから、どうしてまあ、このような国境ラインを引いたか、あるいは逆にですね、こうしたラインを利用して国境にしたというのも考えられなくもないと。まあ、そこまで疑ってはいけないんですけどもね。そうして、ウェストエンドへやってきました。まあ、これは、まあ、人間が引いた線ということになります。で、それと同じ長さのラインがですね、グレートダイクということになります。そしてもう一つ忘れてならないのがグレートダイクです。ここにグレートダイクの、まあ、サウスエンドがあります。そのグレートダイクのサウスエンドへ皆さんを案内します。ここに黒いラインが見えますね。まあ、ややこう、南北に傾いているって感じですけども、このあたりがサウスエンドです。このサウスエンドから同じように、ノースエンドへ、視点を移しています。今、ラインが見えますね。で、これはですね、まあ、鉱物資源の宝庫と言われています。今、その、グレートダイクを追っかけています。この長さもちょうど450キロ。資料によれば550キロとなっています。で、私が測定したところ450キロですけどね、まだ続いているのかもしれません。そしてこの、まあ、この、いわゆるグレートダイクというのは、まあ、今言いましたように、鉱物資源の宝庫なんですね。金、銀をはじめプラチナなどがここで採鉱されています。こういうラインなんですね。全長450キロ、もしくは550キロあるそうです。で、このラインと、がもう、まあ、ほぼ伸直線という、これは直線であるかどうかということよりも、こうしたラインに沿って、そのグレートダイクがあるということです。で、このあたりが、まあ、いわゆる巨大鉱山ということになっています。で、こうした、まあ、採掘跡といいますかね、洞窟もあちこちに残っているようですね。まあ、人間が掘ったのかもしれません、これは。で、グレートダイクですけども、ここには 550km と書いてありますね。そして、金、銀、クロームですね。それからプラチナ、ニッケル、そしてアスベストが取れると。で、これがその鉱物資源を表している分布図ですけども、一つだけ選んでみますと、例えば、プラチナですね。が、こういう矢印のところで、プラチナが採掘されていると。その左右にはない。ようにですね。で、これはグレートダイクの、まあ全体のと言いますか、地上に降りたビューです。まあこうした、なんて言いますか、地上に見たらね、そういうものはわからないんだけども、まあ宇宙的な高さから見ると、そのグレートダイクの形が浮かんでくるということですね。で、大変興味深いことにですね、サウスエンドのここにですね、いわゆるまあ壁画、ブシマンのペインティングというふうに書いてありますけども、まあ、土着民のね、ペインティングということになるんですけども、まあ、こんな絵も残ってるということですね。で、忘れてならないのがもう一箇所。その117キロ離れたところにあるグレートジンバブエです。まあ、以前ですね、ここは、いわゆる奴隷たちの、まあ、いわゆる監獄だったというふうに私は説明しました。
フェヌクパンとモヘンジョダロをつなぎますと、この、グレートジンバブエの上を通るんですよ。で、これがグレートジンバブエです。その中のグレートエンクロージャーっていうのがあるわけですね。これ前回6メートルの高さって言いましたけど、調べ直してみましたら、11メートルの高さだそうですね。そしてその規定部の厚さがですね、あの壁の厚さがですね、規定部で6メートルあるということだそうです。まあ巨大な壁、すなわち、まあこれがですね、刑務所作りであるということなどから、私はこれを、まあこのエンクロージャー、グレートエンクロージャーをですね、奴隷たちをまあ閉じ込めておく、あるいはまあ何らかの形でね、選別するための、施設であったというふうに判断しています。で、つぼじを運河、すなわち考えを運河に戻っています。で、A 宮崎さんはこのように述べていらっしゃいます。まあ今、先ほど言いましたように真ん中、これらの先般ね、取り上げたんですけど、その東西に同じようなラインが赤線で示してありますけど、あると。こういうことを考え合わせると、自然にできたと、ものとはとても思えないということなんですね。で、もう一度、つぼじを、いわゆる考えよう運がですね、キャナルに皆さんを案内しますけども、このラインですね。大きいんですよ。この赤い線のところだけでも、黄色い線ですね、125キロあります。そして、この黄色い線の部分だけでも32キロ。で、これが、こうしたラインがですね、新一直線につながっているわけです。それも、まあ、何百本に近いでしょうね。そして、総延長が16万キロであると。で、つぼじをヒルの周辺の写真を集めてみました。まあ、どんな風になってるのかなってことですよね。運河らしいものがあるのかなと思って、いろいろ調べてみたんですけども、地上に降りたところ何もわかりませんね。やっぱりこの高い上空から、あるいは宇宙的視点から見て初めて、その運河らしいものが確認できるということです。ここが重要ですね。地上で見たんでは何もないけども、高い視点から見るとそれが見えてくるということですね。まあ、こうした景色が、まあ、広がっているということです。で、結論ということになります。果たしてこれらのラインはですね、人間が描いたものなのか、あるいは、自然にできたものなのかということなんですね。で、まあ一番上のラインはですね、これは、まあ人間が描いたものということになるわけですけども、でもちょっとまあ不思議な点もあるんですね。この向かっ、まあ一番今の、いわゆるウェストエンドのあたりをもう一度こう見ていただきたいんですけども、それがこのラインなんですね。で、このラインは、まあ上空から見るとこのように見えるわけですけども、地上へ降りてみますと、こう岩場なんですね。で、かなり大きな岩石がこうあるわけですけども、もうその岩石の上にですね、忠実にこう、なんて言いますか、忠実にって言いますか、直線ラインが描かれているわけですね。まあ地上に降りてみますと、まあほとんど何もわからない。すなわち、おそらくまあ地上に降りてもですね、ラインの存在はわからないと思いますね。そしてこのラインがですね、まあこのかなり起伏の激しい土地なんですけども、まあ上空から見て、そうしたラインが見えるということなんですね。まあこれは国境線ですから、上が先ほど言いましたようにアンゴラ、下がナミビアということになります。でこの辺りなんですね。ここからもう一回西の方に戻っていますけども、まあこれはまあそのラインですけども、こうしてまあラインが描かれて、そして西の方にずっと移動してきますと、ここで崖っぷちなんですよ。よく見てくださいね。この崖っぷちのところ、ちょうど大きな矢印を示したところが崖っぷちですけど、やっぱり同じようなラインが引いてあるんですね。ですからまあこれは国境線ってことになりますけども、同時にこのラインっていうのはですね、もともとあったラインではないのかなと、まあそれを利用してね、国境にしたか、あるいは道路にしたかわかりませんけども、というまあ、なんて言いますか、そこまで疑ってはキリがないんですけどもね。まあ、こういった同じような方式がですね、実はナスカでも見られるわけです。ナスカでも崖っぷちに向かってですね、ラインが引かれて、まあこれは今日はペンディングということにしておきます。ということで続く動画もどうかよろしかったらご覧になってください。Bye for now. Great Zimbabwe is a ruined city in the southern eastern hills of Zimbabwe near Lake Mutirikwe and the town of Masvingo.
It was the capital of the Kingdom of Zimbabwe during the country's late Iron Age. Construction of the monument by ancestors of the Shona people began in the 11th century and continued until the 15th century, spanning an area of 722 hectares, which, at its peak, could have housed up to 18,000 people. It is recognized as a World Heritage Site by UNESCO. グレートジンバブエは、鉄器時代後期11世紀から17世紀にかけて建設されたと言われています。広さは722ヘクタールに及び、最盛期には1万8000人もの人々が住んでいたと言われています。中世においては、最も重要な文明の一つであったとも言われています。この地を最初に訪れたドイツの地質学者のマウクは、グレートジンバブエを見てこう思ったそうです。こんな文明がアフリカにあるはずがない。モリア山のソロモン神殿のコピーではないか。あるいはソロモン神殿を訪れた時、シバの女王が住んだことのある宮殿を真似て作ったものではないか。グレートジンバブエには文明化した白人国家があったに違いないとも述べています。その一角に The Great Enclosure、つまり大きな囲い込みと呼ばれる奇妙な建物があります。高さ6メートル前後の塀で囲まれた、言うなれば現在の刑務所そっくりの建物です。私はその Great Enclosure は古代からそこにあった人間奴隷を閉じ込めておくための檻ではなかったかと考えています。もちろん物的証拠があるわけではありません。それに古代といっても時代がかけ離れすぎています。私が古代というのは、ゼカリア七鎮説によれば今から40万年近くも前のことです。今から40万年前に七鎮の表した地球年代記によれば、アヌ王とエンリルが地球にやってきて、現在の南アフリカで金鉱脈を採掘したというのです。11世紀と40万年、その差は40万年。普通なら、この両者を結びつけて考える方がおかしいですね。よーくわかっています。が、そのとてつもない年代の差を除けば、シッチンが説く超古代文明と、グレートジンバブエは、いくつかの点でつながりがあるのがわかります。というか、そのグレートジンバブエを除いてしまうと、このあたりのアフリカでは、超古代文明と現在をつなげるものが何もなくなってしまいます。今のところ他に目星遺跡がこのあたりにはないということです。まさに小さな小さな手がかりですが、糸に例えるならどうしようもないほど細い糸です。何しろ、40万年前と11世紀です。で、今日はこのビデオの中でその意図を探りながら、グレートジンバブエについての謎を考えてみます。広し林、浜松市、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。ゼカリア七鎮です。まあ、現在ですね、アカデミックササイエティの中では、ゼカリア七鎮説はですね、エセ科学、あるいはエセ歴史として、まあ、位置づけられています。まともな学者の先生たちは相手にしない。つまり、七鎮説は完璧に無視されているということですね。が、その七鎮はですね、こんな地球年代記を表しています。まあ、それによりますと、今から40万年ほど前にですね、アヌがエンリルと共に地球に到着したと。そして、アフリカで金鉱脈を見つけて金の採掘を始めたというわけです。ここに出てきましたアラル王というのはニビルで、まあ、アヌ王に追われた王族ということになります。で、鉱石がアフリカから到着したというようにですね、アフリカという言葉がたびたび出てきます。そして、まあ、エンジンのメスを使いですね、塩基は遺伝子工学を使って原始的な労働者を作ったと。まあ、このような記述になっています。で、南アフリカ方面でですね、
鉱脈がどうなっているかということを調べていました。こうした鉱脈が、まあね、40万年前からあったかどうかは別として、まあ大体鉱脈、あるいは、休止中の、まあ、鉱脈、それから開発中の鉱脈といろいろありますけども、大体この南アフリカのですね、北東部に、なんて言いますか、集まっていることはわかります。で、同じような場所を Google 上で丸をつけていました。この辺りなんですね。そしてこの辺りで、めぼしい遺跡と言いますと、グレートジンバブエしか、今のところですよ。今のところそれしかないということになります。ですから最初に申し上げましたように、細い糸かもしれませんけども、40万年前と現在をつなぐのはですね、このグレートジンバブエしかないということで、このグレートジンバブエに焦点を当ててみました。まあ、こうしたケースと言いますかね、古い遺跡の上に新しい都市が作られるということは、しばしば今までにも私は経験してきました。ですから、まあ、何らかの形でね、まあ、そうした場所が選ばれて、11世紀にグレートジンバブエの人が築かれたというふうにも考えられなくもないんですね。で、こうして LINE 理論で考えましても、これがテオティワカンと、それから西極点をつなげた線です。それから、この線がですね、ブライス・インタグリオスと、サーペントマウンドをつないできた、まあ、延長線ですね。で、この線がギザと南極をつないだ線です。大体こうした数様なですね、ラインが、このグレートジンバブエ周辺に集まるということです。だからといって、グレートジンバブエにそういった意味があるかどうかということは、これは別問題ですけども、ライン理論で考えても無視できる位置にではないということですね。で、この特にモヘンジョダロとフェルヌクパンをつなぎますと、このグレートジンバブエへ行きます。で、フェルヌクパンの中には、マチュピツ、それからクスコをつなぐ線もありますし、テオティウラカンの方向を正確に示す点もあります。それから北緯、でますか、ごめんなさい、南緯 30.000 にあるってことも大変気になります。で、グレートジンバブエの、まあ、話に戻りますけども、これが私がか、今残ってるね、写真から復元してみたグレートジンバブエの様子です。手前下、右下の方がね、破壊が激しいようです。で、もう一度このライン理論を見ていただきたいんですけども、ギザと南極をつないだ線上にほぼあるということですね。ですから大変意味のある場所ではないかと私は考えています。で、ここなんですけども、皆さんをグレートジンバブエへ案内します。で、全体が小高い丘になっているような感じですね。そして広大な地域にまたがっている、まあ、大きな遺跡だということですね。ですから、まあ、いわゆるま、こういうことなんですね。で、この円形、なんて言いますか、遺跡っていうのはですね、例えば、ギリシャのパルテノン神殿ですね、とかに、まあ、そういった形のものは残っています。ですから、まあ、これがですね、まあ、どうしてこの円形って言いますかね、いわゆる楕円形ですね、楕円形の遺跡というものはここにあるかということは、まあ、これ謎なんですね。これは今のグレートエンクロージャーの方です。いわゆるグレートジンバブエの中の一角にあります、グレートエンクロージャーです。私はこれをですね、まあ何言いますか、人間を閉じ込めておくための檻というふうに考えました。まあ作りがいかにもという、まあ作りなんですね。で、塀だけで窓がない。小さなドアらしきものは2箇所ありますけどもね。それと大きな入り口が1箇所ありますけども、それは大きく破壊されています。このようにですね、この細い通路がそうですけども、やっと人一人がですね、通れるぐらいの広さしかないんですよね。で、まあ、こういったところで人間を閉じ込め、まあ、私のこれはまだ空想の段階ですけども、いわゆる人間選別をこの中でしていたんじゃないかと思います。で、右下がですね、これが、いわゆるまあ、現在の刑務所ですよね。で、刑務所作りです。で、刑務所作りと、この、いわゆるグレートエンクロージャーがですね、大変よく似てる。イコール、だから左上の建物がですね、刑務所というふうには考えられないかもしれませんけども、そうでないともまたこれ言えないわけですね。まあ作り方が大変よく似てるということです。で、これはまあ上空から見て、左上の方がですね、大きな入り口ですけども、破壊が進んでいます。で、この部分の、まあ、中心において、それぞれの場所をこうして、まあ写真を貼り合わせてみました。左下の方に小さなドアらしきものが見えますね。写真の中に。ああしたドアが2箇所あるんですよね。で、まあ、中にはこんな祭壇のようなものもあり、そして、まあ、その焼却炉のようなものがあり、中で、まあ、何かが燃やされた跡が残っているということだそうです。ですから、まあ、この建物をどう理解するかですけども、私は、
人間の檻というふうに考えていきます。もっと言いますと、人間奴隷を閉じ込めておくための檻ではなかったかというふうに考えています。まあ、このようにですね、人間の奴隷をたちを入れてですね、まあ、これはあくまでも私の想像ですけどもね、人間の奴隷たちを入れて、そして選別して、まあ、何らかの形で何かをしたということになります。これが、まあ、グレートエンクロージャーです。で、それについてこのような説明がなされています。楕円神殿が、建物が楕円神殿と呼ばれる建物があると。で、高さが9メートルの塔もあると。で、外壁の規定部の厚さが6メートルに達すると。まあ、結構大きなもんですよね。厚さが6メートルに達すると。で、フェルンクパンの話をちょっとしておきたいと思いますけども、南アフリカ、このフェルンクパンとモヘンジョダロをつないだ今、赤い線で示すこの直線上に、グレートジンバブエがありますけども、このフェルンクパンというのは大変まあ微妙な位置になりましてね、いわゆるまあマチュピツ、それからクスコを通ってきたラインがここにあります。で、フェルンクパンの中にはそちらの方向を示す直線もあります。それから、ティオティワカンを示す直線もあります。で、なぜもう一つこの理由としてですね、グレートジンバブエが意味があるかと言いますと、全世界でですね、このような手形が見つかっているわけですね。で、この世界中に、まあ、洞窟でこうした手形が見つかっています。で、この手形のある場所をですね、線で繋いでみますと、大変興味深いことがわかります。まあ、こうした手形ですね、これ、平均画って言いますけども、実際には人間が簡単に届かない天井画の方が多いんですよ。で、この手形について調べてみます。これはまあ以前ね、この手形のところで、手形って言いますか、動画の中で示しましたけども、この手形ですね、これはパーテム、タイのパーテムですよね。みんな同じように、まあ、なってみて、一回下塗り、下地を塗って、その上に手を置いて、そしてスプレー状のものでパッと吹っかけて描いたのがこの絵なんですね。それがですね、世界中に見つかっているということですよね。アルゼンチンでもフランスでもですね、そして最近はロシアでも見つかっています。全く同じ作り方なんですよ。描き方なんですよ。まあ、こうした絵が世界中で見つかってますけども、これはクワテットで見つかった手形です。まあ、こんなジャングルの奥のね、奥の方にあったということですね。これが天井画ですよね。みんながですね、調査団の人たちが天井の方を指さして、あそこだ、あそこだと言っている動画が手に入りました。それからこれはラスコですね、フランス、それからスペインにもあります。そしてアルゼンチンにもあります。これはクアベデラマヌスですね。それからオーストラリアのマルカ洞窟もあります。それからこの辺がインドネシア、マレーシアと続くわけですね。そして、パーテム、タイのパーテムと続きます。そして、こうして線で繋いでみました。そして、今、ご覧いただきました手形の位置をですね、ずっとこう、地球上に書いて、そして移動していますと、ちょうどこの地球のですね、一周のところに色がスーッと繋がっているの分かりますね。そして、これは3000年前の丸かっていうふうにこう、それぞれの位置を皆さんに今示しています。この線がですね、この位置から見て、地球を取り囲むように見えるということは、ある一点から中心を置いて、ほぼ等距離にあるということですね。で、計算してみましたら、マダガスカルとアフリカのちょうど間あたりから、半径が9000から9500キロの位置にあることが分かりました。なあち、古代のこの手形はですね、この位置に並んでいるということですね。これは林博士が発見したことですよ。そして、まあ、太古の昔ですね、何らかのつながりを持った、まあ、エイリアンですよね。人間ではありませんが、こうして、まあ、地球をやってきて、そして、壁画として残していったというふうに考えられます。で、この位置がですね、ちょうど中心のところを見ていただきたいんですけども、これが、先ほどから述べてます、グレートジンバブエの地と、まあ、ほぼ近いと言いますか。何しろ、ね、4万年という月が流れてますから、それこそ本当に今度は、大陸移動説を考慮に入れなければならないこともあります。まあ、これがグレートジンバブエの様子ですけど、もう一度見てください。これは何かということですね。まあ、グレートエンクロージャーですね。ごめんなさい。そして全体がグレートジンバブエです。で、もう一つですね、興味深いことを、ちょっと皆さんに、これは私は前から気になっているんですけどもね、人間が掘ったのか掘ったんじゃないのかということを考えているわけです。ここにビッグホールと呼ばれる、まあ、元々はダイヤモンド採掘場であった場所です。これがビッグホールと呼ばれている場所なんですけどもね、これが、人間が掘った、まあ、炭鉱だというふうに言われ、炭鉱って言いますかね、ダイヤモンド鉱山だと言われています。現在はもう、廃鉱になっています。
で、キンバリーにあります。で、手掘り鉱山としては世界では最大のものだと言われています。これ手掘りで作ったって言うんですよね、皆さん。で、まあ、どうやって掘ったかですけども、トンネルがありますからね、いわゆる別のところからトンネルで入っていって掘ったというふうに考えられるわけです。右下がこれ露天、普通の露天掘りなんですよね。いわゆるぐるぐるぐる回りながら、坂を降りながら掘っていったというのが、普通の露天掘りなんですけども、その露天掘りとも全く違った様子なんですね。で、まあ、こうした、鉱山があったということです。で、これは植民地の時代にですね、まあ、人間が掘ったというふうに説明されているようですけどもね、本当にこんなものを人間が掘ったんだろうかというふうに私は考えているわけです。まあ、絶壁すぎますからね、恐ろしいですわね、こんなところで掘っ、まあ、掘るというか、まあ、それはいろんなふうに考えられますけども、そして、まあ、それぞれの場所をこう、照合してみたんですけども、今、下のようなトンネルも見つかっているわけですね。まあ、私は直接見たわけじゃないのでわかりませんけども、多分ですよ。この下の、まあ、採掘場行くには、このトンネルを通って、先ほどの地下の方へ、地下というか、まあ、現在はね、水が溜まってますけど、そこへ行ったんじゃないかなと思いますね。まあ、そうした、その、様子が描かれているということですね。ということで、まあ、続くビデオ、フェルンクパンの謎ですけども、よろしかったらご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. What is フェルンクパン for humans? Mysteries going on in フェルンクパン。We have to be careful not to go so far into the world of fantasy, but at the same time, we have to be careful not to go either so far into the deep skepticism. Fennec Pan is one of them. Line Theory. 南極です。テオティワカンです。Fennec Panに線を引いてみます。その間の角度は正確に 120.00 です。その難易 30.0000 のところにフェルヌクパンがあります。ここがフェルヌクパンです。ナスカ理論で従ってフェルヌクパンにからの線を引いてみます。フェルヌクパンからの滑走路はありますが、線が入り組んでいます。緯度経度はここに書いておきます。で、フェルクパンにはですね、ティオティワカンからの線があります。この黄色い線がティオティワカンから引いてきた線です。まあ、ティオティワカンと大きく関係しているということですね。で、フェルクパンに皆さんを案内いたします。南アフリカのフェルヌクパンです。このフェルヌクパンの特徴はですね、何百という渦巻き、螺旋模様が描かれているということ。そして、まあ、人間技ではない直線が無数に描かれているということです。この螺旋模様は、まあ、2006年前後以降に書かれたものだと言われています。近くの農場の農夫がですね、保水、灌漑のために、まあ、作った畝だと言われています。しかし、おかしな点はたくさんあるんですね。水を入れるならば、道路沿いでないとタンク車からですね、水を入れることもできませんし、この方法では、まあ、保水は無理だそうです。テキサス在住の農場主のビリーさんという方が教えてくださいました。で、これがその畝なんですけども、いわゆる現在ゴロゴロ、フェルヌクパンの写真、グルグル上で公開されている写真です。が、やはり謎は続くんですね。で、Google Earth 上のタイムトンネルを使って、過去の写真と比較してみます。この黒い点々は石のようにも見えますし、また植物のようにも見えます。いわゆる灌漑に使ったにしてはですね、その後、まあ、農作物が
が作られたという形跡はないんですね。そして、この螺旋の模様の大きいのになりますと、250メートル以上ありますから、水を流したところでぐるぐる回って水が流れていくはずもないんですね。まあ、傾斜地であれば、坂を下っていくこともできますが、登ることはできません。で、この畝をもう一度比較してみたいと思うんですけども、左がフェルクパンの畝です。で、まあ、いろいろな写真を集めてみました。で、比較してみるとお分かりのように、何かおかしいんですね。本当に畝なのか、あるいは保水用の溝なのか、それとも給水用の溝なのか、謎が深まります。で、フェルクパンに私はこんなエイリアンの顔を見つけました。この辺りには、まあ、10個前後の、抽象的なこうした絵が描かれています。オウム、犬、コウモリ、ネズミなどが描かれています。その中の一つが、この絵です。で、この幅が96メートルあります。結構大きいんですね。そして、その顔の周りを細い線が取り囲んでいることに注意してください。自然にできたものとは思われませんね。そしてこれが青森県の石神様です。青森空港の近くにあります。顔が似ている。まあ、目の中にまた目があるといった感じですね。左がハンプシャー州に現れたクロップサークルです。右がガンダーラの仏像です。ブッダということになってますけども、目の中に目があります。奇妙な位置点が見られます。謎は続きます。これはギザです。下が南極です。モヘンジョダロがあります。フェルクパンがあります。そしてその皇帝のところにグレートジンバブエがあります。人間を閉じ込めておくための収容所であったと私は判断しています。さらに、フェルクパンとマチュピツをつないでみます。これがマチュピツですね。ここも人間収容所であったと私は判断しています。まあ、つまり、奴隷を集めて、そして南アフリカへ送ったわけですね。その直線上にクスコがあり、オランティ田んぼがあります。まっすぐ上へ行きますと、北極ですけども、間の角度は 120.0 に、すなわち 120.00 なんですね。この黄色い直線上にインカの主だった遺跡が並んでいます。そしてその直線、クスコから、マチュピツクスコからの直線がフェヌクパンにはあります。しかし、何十本という線で、その線が隠されている。あるいはカモフラージュされています。この辺りに視点を落として90度左に回してみますと、こうした直線が、この直線が、まあ、クスコ、マチュピツを方向を示しているということです。この辺りはかなり起伏のあるデコボコしたところなんですけども、正確に直線が引かれています。トラクターで引いたのかなと思ったんですけども、この幅、赤い線が見えますか ?3.74 メートルあります。もう超大型のトラクターでも出ないと、こうした線は引けないんですね。しかも10年以上にわたって、まあ、少なくともですよ。残っているということなんですね。謎が続きます。ゼカリア・シッチンは、次のように述べています。つまりですね、まあ、エイリアンたちはこの地球へ、まあ、鉱物資源を求めてやってきたと。しかし、奴隷の反乱が起きたために、まあ、みんな殺してしまったと。その代わり、地球にいた、まあ、原人たちをですね、改良して奴隷に使ったということなんですね。その、まあ、他にもいろんなこと書いてありますが、どうぞご覧ください。
私たちはその子孫ということになるのでしょうか。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. The largest white array, man-made, or at least non-natural structure in the world, is in fact an ancient terra formed systems of agricultural aquaculture canals in northwestern Botswana and northeastern Namibia, north of the Kalahari Desert in southern Africa. Obviously quite ancient,The canal systems no longer provide free-flowing water throughout its 105,000-mile array, but many sections show obvious intention to provide cross-sectional irrigation. Then I would like to ask you to ask yourself which one of us is more stupid, one who says this is a human creation or one who says this is an alien creation. If you claim thatThis was created by humans. I never hesitate to say, don't be stupid! ボツワナの北西部、ナンビアの北東部、南アフリカにあるカラハリ砂漠の北に、この地球で最大の人工運河があります。人工運河があります。それはまさしく世界最大、農業用に作られた人工の運河ということになります。明らかにそれは古代のものであり、現在は水は流れていませんが、10万5千キロに及ぶ大運河です。またその運河は互いに交差しながら、灌漑システムとして配置されています。で、これからその運河を紹介しますが、あなた自身にこう問うてみてください。これは人間が作ったものという方が馬鹿げて見えるのか、それともエイリアンが作ったものという方が馬鹿げて見えるのかと。もしあなたがこれは人間が作ったものというのなら、私はあなたにこう言うでしょう。馬鹿言っちゃいけないよ、と。広島市浜松市ジャパン。では画面を見ながら説明します。この情報は宮崎さんからいただきました。で、この運河。ソーディロ運河と名付けます。というのはですね、名前を調べたんですけども、名前がないんですね。ですから、この一番近くにあると言いますか、中心部にあるソーディロヒルズですね、丘ですね、を、の名前を取りました。で、ここがソーディロ運河のあるところです。線が見えますですかね。縦にサッ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 と走ってますね。これが人工の運河というわけです。この黄色い幅だけでも 96.5 キロあります。そしてこの縦の長さだけでも 125.1 キロあります。まあ、この長さだけでですよ。そしてこの幅が32キロあります。まあ、その長さを基準にして、まあ、大きさを想像してみてください。で、このツオディロヒルに、まあ、降りてみますが、宇宙から見るとこのような直線が見えるそうですけども、地上に降りてみてもですね、どこにその直線があるかわからないというような雰囲気ですね。で、これはランダムにそのあたりから拾えるだけ写真を拾ってみました。で、この運河らしいものがあってね、それをまあ判別できるかなと思ったんですけども、そうした様子は全くありません。なあち、この運河はですね、宇宙から地球を見ることができる人によって作られたと私は最初に考えたわけです。そしてその大きさですね、10万5千キロですから、総延長がね。で、サイズを比較してみますと、これがツオディオ運河の幅です。まあ、端から端引っ張ってみました。その長さはですね、富士山からちょうど琵琶湖の、端までの長さと同じになります。長さが250キロです。この長さにわたって直線のですよ。直線の運河が平行に何十本も走っているということです。で、もう一度このツオディオヒルに戻ってみます。で、このツオディオ、そこにツオディオ運河があるわけですけども、この、まあ、運河と運河の幅が 2.14 キロ。ここがですよ。そして、その次が、この長さが 2.13 キロ。そして、2.08 キロ。
まあ、2キロですよ、皆さんね、幅が。そしてこうした運河が平行に、かつ直線に作られているということです。2.26 キロですね。それで、ジョン・ジェンセンという方がですね、この運河の研究をなさっておられます。それで、これはもうマンメイドだと。自然によってできたものではないと。人間によって作られたものだということを主張し、現在はこの運河はですね、世界遺産に登録されています。そして地上最大の人工運河、すなわち、人工の建造物としては、この地球上最大のものであるというふうに、この、先生は断言なさっておられます。で、その運河の長さが10万5千キロ。はあ、考えてしまいますね。で、この広大な面積に整然と並んでいると。で、かっては、この東側にある川からですね、水が引かれていたということになりますね。で、検証しています。ここがツワディロ丘ですね、ヒルズです。で、A 宮崎さんはここが、なんて言いますか、現場監督のね、中心点ではなかったかというふうにおっしゃっておられます。この丘の上からですね、現場指揮をしたと。そういうことなんですね。で、これが、ツワディロヒルズです。丘ですね、ヒルズです。で、ここにはですね、大変興味深いことに、実は壁画が残っているんですね。こうした壁画があちこちに残っています。これが一番目立つ壁画だと思われます。こうした壁画はおそらく、1万年、2万年という単位以上の年月を経てですね、こうして今残っているということですね。やはり赤ちゃげた、円を使っているということです。それで、A 宮崎さんのライン理論を紹介します。A 宮崎さんがこのラインを発見してくださいました。グレートジンバブエです。奴隷の私は、収容地点であったというふうに考えています。そしてそこからテオティワカンの月のピラミッドに線を引いています。その下のフェヌクパンにはですね、ティオティワカンの月のピラミッドからの線があるんですよ。それともかくも、この黄色い線が、ティオティワカンとジンバブエをつないだ、線です。その線と、この運河のラインが平行に走っているところに注意してください。なあち、この運河はですね、正確に、東へ行けばジンバブエ、西へ行けばティオティワカンを示しているということになります。そしてその、真直線下に、この、なんとも言えませんね、ツワディオヒルズがあるということです。大変こう、なんて言いますか、微妙な位置と言いますかね。そしてそこには古代の、超古代の壁画が残っているということです。この黄色い線を見てください。そして運河と平行に走っています。これは偶然とはもう言えませんね。そしてこの運河をですね、もう一度皆さん自分に通ってみてください。10万5千キロですよ。高校バクバクとしたあの大平原にですね、今、砂漠化してますけども、こうした運河を平行に、誰がどのようにして作ったかということですね。いわゆる富士山と琵琶湖の間とほぼ同じである。大工事ですね。何十本も透明高速道路を作ったような感じではないでしょうか。で、これがティオティワカン。左がティオティワカンです。そして右がジンバブエの、グレートジンバブエのグレートインクロージャーです。そしてその新直線下に、ツォディオヒルズがあるということです。そしてその運河は、正確にジンバブエとティオティワカンの方向を向いているということですね。で、これは人間が作ったものなのか、それともエイリアンが作ったものなのか。冒頭で言いましたように、これを人間が作ったというならば、私は迷わずにこう言うでしょう。バカ言っちゃいけないよ。いかがでしょうか。エイリアンの土木技術力についての動画をつなげておきます。どうかご覧になってください。Bye for now.